ゆっくりとか言ってもわからないですけどね。我々やってるのは BPM です。128BPM で、リマイビールやる。ビートパーフレンツ。次は、デートつながりの曲で、トニー・フランシスの夢のデートと、それからエディ・ホッチスのコーヒーデートという、またトニー・フランシスの夜のデート、デート3連発です。行きます。本当に、そう、実物にも。Oh,
テルミ、ビートルズのアイソファースタンディングシェア、なんでもやるんだね、ビートルズ。昔からバナナの奥さん。行っちゃいます、いいですか。いいですよ。行っちゃいます。聞いちゃいます。もうすごい。She got to get it. Tell me you're coming back to me.
We're gonna make it.
から、まあ、無事に終わってて、まだね、トラブル3回目ですからね。はい、じゃあ次はあのシュープリームスの、昔シュープリームスって言ってたんですけど、今なんかスプリームスみたいな、まあ、そんな、なんとなくいけそれがどうしたって言ってじゃあ行きますか、ストップインザゲームオブラウン、行きます。ありがとうございます。これは誰ですか。あ、私です。おーい、エンドの曲をシャッフルで叩くことってできますか。ストップシャッフル、みんなでごらん、ビフォーヨーレイパーサー、ストップシャッフル、みんなでごらん、ビフォーヨーレイパーサー、ベビーベビーハボウェイパーヨーパーユーボー、Oh,
リセット。全然合ってなかったじゃん。今すごかったですよね。でもね、これは余興なのでこれから本番行きたいと思います。でまだねちょっとイエローカードちょっとレッドカードで退場しないように頑張ります。ゴールを決めたいと思いますけど、いや今すごかったよ。いや
えっとですね、はい、次の曲が皆さんお待ちかねの最後の曲です。最後の曲、歌い終わった時にですね、これと皆さんですけど、ありがとうございましたとお辞儀します。ありがとうございました。この瞬間、この瞬間にですね、万が一アンコールという声がかかったとしてもですね、私たちメグミーズは、うろたえないように1曲だけ準備したから。はい、やったー。ありがとうございます。大人の対応、よろしくお願いいたします。それでは、メグミーズ最後の曲になりますが、キッスは目にして、イエーイ。ありがとう。キーボードとね、ピアノ担当の皆さん。
間は本当にあっという間に過ぎ去っていくもんでございます。思い出のミュージックライブ、今日で何回目なんだろう。さらに私個人的に約3週間入院しまして、今日が復帰のライブでした。ありがとうございます。楽しめたこと、とても思い出に残ります。ありがとうございます。またこうやって皆さんと楽しい時間過ごせればと思いますので、いつ出演したいよとか、いつ来たいよってことを言ってくれればと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。